動画をご覧の皆さん、こんにちはこんにちは競馬ブック TM トーク万英編本日は2月25日に行われますチャンピオンカップについて展望していきたいと思います前回に引き続き二人です。よろしくお願いしますお願いしますえー、チャンピオンカップなんですけれども、だいぶ投数少なくな,なりましたね。3、4、六投立てなんですけれども、まあ まあね、小馬重賞かつ馬は限られてますしね。はい、そうです、ねでうん、まあ条件ああどのようなレースかっていうことを <laughs> ねはい、まあ、どのまああれですよね重賞勝ち上がってきた馬たちによるほん本当の真のチャンピオンを決める一戦っていう感じですか <laughs>、うんまあ、真のチャンピオンかどうか分かんないですけどねはい。 まあ、今年重賞買った馬たちで古馬重賞勝つ馬は大概ね、はい、もう3頭か4頭って決まっててはい、はい、あとはやっぱ若馬が使ってくるか使ってこないかっていうところでねやっぱ若馬使うとね筋量面で厳しいんでね回避する馬が多くなるんでうんこのトースも仕方がないのかなと思いますね。はい、そうですねというわけで今回のチャンピオンカップは6頭立てとなりました。 えーじゃあ伊古さんの予速予想を、はい、本命を本命は俺の心にしました。うん、はいはい、今期はねアサ記念の一生とねうん万円記念買った馬にしてはちょっと物足りないかなと思うんですけどね。うん、えー、今回820キロでねまあ有力どころのニュータカラコマ高周波運回とね。 金利もありますしねさすがにここは買ってもらわないと困るかなという形で本命にはしたんですけどね。うんはい、でじゃあ続けて戦国エースの方にはいはい対抗は戦国エースにしたんですよ、ね、でこの馬ドリーメイジーカップ勝った後と月て調教師とね話す機会があったんでうーん ドリームエイジカップの後はもはチャンピオンカップを目標にしていくよということだったんでね俺の心が、ね、もし使わないようであれば、ね、鈴木啓介騎手もこっちに乗って万全なのかなと思ってたんですけどね <laughs> 俺の心が出走してくるということで、うん、工藤騎手ですし、まあ、2番手評価が妥当かなということで対抗にしました。はいで あそうですね、私と生駒、うん、さんこう逆なんですよねちょうどね、うん、私は逆にあの俺の心を対抗にして本命を戦国エースにしたんですけどいやまあ金量一緒じゃないですか、うん、でその前,そう前々走睦月特別と白輪馬ジ公園公園公めなんですけどこれで両方とも戦国エースがあの先着してるじゃないですか、うん、まあ金量がちょっと軽いとはいえ。 なんであのー、まあ私も俺の心に勝ってほしいなっていう気持ちがあったんですけど絶対二重丸が並ぶっていうのは予想できたんで<ー>でどこで、まあ、逆転があるならここだろうと思ったんですよね、まあ、6投立てで投数少ないっていうのもあるし最近調子がいい戦国エースでーまあ俺の心はちょっと。 戦国エースよりも膝の甘さがあると思ってるんですよね。うん、なんでまあ同じぐらいに降りたらもしかしたら戦国エースの方が歩くんじゃないかなと今の馬場だったら。なんでこっちを本命にしました戦国エースの方を。うんうん、で俺の心はまあやっぱり悩んで対抗、ねうん、で。 3番手はで3番手に宝駒なんですけどそうですねあのー、まあこの3択かなと思ってたんで「織の心」と「戦国ストニュー宝駒」の3頭でどれを本命にするか悩んでたんですけど金量が重い分だけ3番手に評価になりました。妥当、まあ、だと思います 売ってらっしゃいますが、<laughs> はい、大丈夫？800キロ。ああ、突然こ,この荷この辺の荷物になるとうん障害上がらなくなったりするんですけど、でもうん他に打つ馬がいなかったっていうタイプなんですけど、私逆に高周波運転一人だけ無印,無印ですね。はい。なぜかというとやっぱり50キロ差 まあ重傷を買ってきてるんでやっぱり力もあると思ってるんで木更津菊も。うん、であの障害を降りてしまえば決め手もありますし、うん、展開次第では木更津君が先頭で降ろすってこと降りてしまってもうあとは届かないかもしれないと思って打ちました。うん、まあ僕の中ではね筋力軽い男馬さんとの戦いかなとは思ってるんですけどね、はい、まああな、うんうん っていうこの、ね、六等立てで穴。にもならないような気がするんで、ね。んましてや、全部強い馬なんで、買う根拠はどこにでもあるんでね。うん、きさらき具がもし買ったとしても、あ、二着が俺の心だと。配当もつかないのかなと。うん。うですね。この日、天候ってどうなんですかね。うーん、晴れ。晴れ、えっと、今日とか、明日に。雪、まあ。 が続いてるんでしたかね、うん、でもね、うんうん、今年のばばはね今までと違ってそのレース最中に雪が降らない限り軽くなるっていうイメージがないんで,で、ね、前日どんだけ雪が降っても当日はある程度の時計はかかってきてるんで1 <laughs> 一レース見てもらってちょっと走路にうっすら白く雪が積もってたりすると結構めちゃめちゃ軽かったりしますよねなんかそうでしたよね。 時計の出方と、うん、ある程度まず前半のレースを見てっていうのが今は盤へ行けば、うん、前日振ったから軽いっていう状態ではないんでね前半のレースを見ながら勝ち時計を予想するっていうのが一番いいいかなと思いますね、うん、あまり馬場が軽くないようだったらやっぱりあの、うん、小馬というか男馬の方が活躍、うんうん しそうな感じですかね。うん、いやもうね、その雪が降るようなババになればニュータガラコマにはかなわないのかなって思ってるんでね。ああ、ええー。僕はね、うん、やっぱり。 戦国エース降りの心はラっつけたくないんでね、障害に不安があるんで、うん、ただ宝からこっつけても山は絶対上がるんで,ですよ、ね。最近も本当にタイプが変わりましたよね、うんだから。降りてどこまで我慢できるかっていうタイプなんでね。うんうん、軽くなって雪が残っているようならね。その辺が、あごめんなさい本当にその辺が富士大ビクトリーがいないだけで、こんだけなんか登数少ないのに。 なんか展開面でこんなになんか悩むんやなって、うん、私は今回思いましたけどまあね確固たるねレースを引っ張るっていう馬がいないんでね今回ね、うん、木更津クが行ってもいいですしね,すね宝駒が行ってもいいですしもしかしたら高周波雲海が思い切っていくかもしれないんでその辺のね展開をどう捉えて。 勝ちどけをどう予想するかでね。そうですね勝ち馬は変わると思いますね、今回は。一、はい、ですから、ちょっと馬場とか考えながら、み見てもらいながらですね。うん、じゃあ、買い目、そんな、ちょっと難しいあれですけど、馬場的にも。まあ、もう買い目ってね。うん、五二馬単一点だけでいいのかなと。五二一点。うん、五一五四って、一応ね、紙面上では終始。<coughs> 入ってるんですけど、買ったら買っただけ赤字になるのかなと思うんでね。はい、うん、俺の心から買うならもう一点で。きっちり取らないと儲からないレースかなと思いますね。はい、うもう穴もなしという感じですか。穴って本当ね、もう中線が来たぐらいじゃないと。<laughs> 穴っていう要素を。うん、木更津地区もね、ま、う、あ、ん、ある程度は売れると思うんでね。 そんな全く売れないっていうのはやっぱり外の、うん、荷物未経験の馬だけかなと思うんで,で,で、うん、中禅が来たはあれなんですよね760キロで上の馬甲州安海と90キロ金量差があるんですけど初めてのやっぱりね、うん、すごいやっぱありますか、ね、オープン馬にとって850キロってまあ軽い荷物なんでねコロナ中では、うん、ちょっと経験不足がうんはい どう変えましょう。あ、そうなんですよね。でも老いの心が本命じゃないので、あのー、せえっと戦国エースを頭固定で三連単を行こうかなと。あえっとに戦国エース頭に五番俺の心を一入宝駒をこうで <laughs> こう。 はい2着3着三、はい、着,着交代でまあ二点と、うん、あとちょっとキ木更木クがやっぱり売ってるのでキ木更木クを三着固定でその「俺の心ニュータカラコマ、を二着おはい二着に入れて四点四点四点にならないですか全部で四点,4点で、ね、全部で4点です全部で四点ですはい二点二点の全部で4点四百、はい、円以上つくこと願いましょうあっ <laughs> つかないですかね、戦国エースやったら。いや、私は戦国エースも人気するからね。てか、そうですよね、二着三着、老い、うん、の心にいう宝くまやったら、もう絶対四百円以上つかないですもんね。うーん、ちょっとね、まあね、まあ、ここに出てくる馬はね、どれも人気がある馬なんでね。うん まあねおずズと相談してね,うねもうこれはもう応援してるオ <laughs> 買いましょうみたいな感じ <laughs> まあそんなこと言い出した。る今までの時間ないやってなるけど <laughs> まあそういうことです <laughs> まあそういう感じで私はじゃあはいにします、はい、2>, 2月25日日曜日夜の6時5分発送のチャンピオンカップですお手元にこちらの A3 コンビニ新聞をお持ちいただいて万英競馬楽しんでいただければいいと思いますありがとうございました ありがとうございました。